調整は、囲碁用語の一つで、死活絡みで、同型反復になる特殊な形。中国にある調整殿での対局中にこの形が出現したことからこの名がついた。現代の日本ルールでは、実戦で、黒白双方とも譲らなかった場合ルールにより、無勝負となる。一方で、中国ルールでは、調校ルールにより、生き死にの結論が出される。 下の図のような形が調整の代表例である。上の図で黒に A と打たれると五目中でで、白は全滅する。そこで同じ点に数白1と差し込む名手がある。放置すると白 B に抜かれていきなので黒は2に打って2子を抜くよりない。白は3に取り返すことになるが黒は目を奪うための点に打ち書く。すると一番上の図に戻ることになる。 このまま打ち続ければ永遠に同じ形が繰り返されることになる。このまま両者が譲らなかった場合には無勝負となることに決められている。数のような形が後月き調整の一例である。白から A に打たれると黒全体の死活が絡む本校となる。黒1と高を取った時白2が高立てとして使える。黒3と取り返した後 白4と甲を取り返したとき、今度は黒ごと差し込む手が甲立てになる。白6と取り返すと、最初の形に戻る。これも双方が譲らなければ、永遠に繰り返されることとなり、無勝負となる。実戦で生じた事例は少ない。日本基因の最寄り駅である、市ヶ谷駅改札付近の床面に、調整を題材とした、モザイクアートが設置されている。 調整は永遠に繰り返すことから、長寿につながる縁起の良いものとして選ばれた。ありがとうございます。